昨年の僕は、ということで今回は、ジャズスタンダードの覚え方1という動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はですね、チャンネルメンバーシップにご登録の方からの質問にお答えしたいと思います。この方はですね、まあ複数質問いただいてるんですけれども、ジャズスタンダードですね、まあジャズの有名どころの曲を、覚えるときにどういう点にですね、気をつけたらいいかということについて質問が来ましたので、今回からですね、そうですね、何回かに分けて、お送りしたいと思います。覚え方1ということで今回はですねメロディー編ということでねメロディーの覚え方についてですね僕がですねこれまでちょっと工夫して、やってきたことをお伝えしたいと思います。ジャズスタンダードはですね一説によると2000曲とか3000曲とか4000曲とか言われるぐらい、まあ、膨大にあります。それでメロディー楽器であるサックスプレイヤーはですね、まあ、ある程度こう偏ったというか、まあ、自分のね好みの曲をどのプレイヤーもやる傾向があると思います。まあ僕ももちろんそうでよくやる曲って大体決まってるんですよね。昔やってもう今忘れちゃったっていう曲も実はたくさんあったりします。なので、ことあるたびにそういった曲をですねライブでやるためにですねまあ練習して思い出したりとかすることももちろんありますし、全く忘れてる状態で、いきなりもう演奏が始まってですねその場で何とかしていくみたいなことも、もちろん現場ではあったりします。まあそんな風にですね全てをですねずっと覚え続けるというのはなかなか難しいので忘れるっていうことに対してどう対処していくかということが、まあ、大事になるかなと思います。あとはですね、まあ、普段からジャズの名盤とかをたくさん聞いてですね、耳で聞いたら思い出すようにとかですね、まあ、そういう心がけも大事になりますけれども今回はまあ具体的なやり方を一つ紹介したいと思います。なので、まあ、これからですねジャズをやろうという方ですね、まあ、ジャズスタンダードいっぱい覚えてですね演奏したい方、あとはもうすでにジャズをやってるけどどうしても曲が覚えにくいという方はですね、まあ、ぜひ最後までご覧になってください。このチャンネルはサックスが本気で上手くなりたい人のために様々な情報を発信しています。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。はい、それでは早速ですね質問の方を読みたいと思います。この方はアスさんですね。どうもありがとうございます。スタンダード曲の有名どころは譜面なしで演奏できるようになりたいです。アンプの方法、コードや構成を頭に入れる方法を教えてください。ということですね。まあ以下ちょっと続くんですけど、それはですね、また次回以降ですね、取り上げたいと思いますけれども、まあアンプの方法ですね。まあアンプ、楽譜を覚えることですけど、コーンプレイヤーの場合はですね、まあどの楽器もそうなんですけど、まずメロディーですね。で、コード。で、それと合わせた構成ですね。で、あとはまあ構成にも含まれるんですけど、イントロのやり方、エンディングのやり方とかですね。まあその曲とか、その音楽的なスタイル、まあ、スイングだったりとかボサノバだったりとかそういうのでイントロエンディングで変わってきますし、曲のラストのコード進行によって逆順に行くとかですね、最後のメロディーのとこ3回繰り返すとか、そういうのも結構特徴があったりします。ですけれども、まあ、一度にですね全て伝えるのはちょっと大変なので、とりあえず今回はメロディー楽器にとって一番大事なメロディーを覚えるというところのテクニックを一つ紹介したいと思います。こちら、見ていただきましてですね、リズムあり、リズムなし両方やろうって書いてますね。これはどういうことかというとですね、例えば例に取り上げたのが It Could Happen To You というスタンダードナンバーです。ちょっと吹いてみると、まあこういうメロディーですね。で、まあ以下続いていくんですけど、でこれはですねこうやってリズムつけてばっかし練習すると実はですね覚えにくいんですよね。というのはメロディーラインはやっぱりその各フレーズのその音使いが大事になりますから、まあリズムって結構楽譜を覚えるときに邪魔になるケースがあります。もちろんリズムがきっちり決まったリフものとかね、あのコンファーメーションとか、まあ、ナウズタイムとかですね、そういうものはですね、もちろんそのリズムも大事なんですけど、こういう歌物はですね、まあリズムももちろん大事なんですけれども、メロディーの音使いをリズムなしで吹いてですね、各フレーズをしっかりこう流れを抑えていくっていうことで自由度の高い演奏が可能になります。でリズムありばっかじゃなくてリズムなしでも練習しようということです。でリズムなしというのはどういうことかというと、こちらにね It Could Happen というの出だしの4小節のメロディーを書いてるんですけど、さっきですねこのリズム通りで、吹きました。それをですね今から全て、一拍ずつって僕は呼んでるんですけど、全て四分音符ぐらいの長さでね、お経みたいに吹いていきます。ちょっとやってみますけど。
ですね。4小節だけですけど、続きも吹いてみました。ソラシラミでね、続くのがソラシラミラシドシファソソソファドミって吹いたんですね。で、こうやって吹くとですね、そのメロディーの構造がすごくよく見えるようになります。ここはですね、ソラシラミで1小節目2小節目吹いて、で、それが1音上がってラシドシファっていうね、展開になると。で、こういうのがですね、この場合はそのリズムつけててもまあわかるんですけど、リズムを抜いた方がですね、より覚えやすいです。で、曲を思い出すときも、そのいきなりリズムつけて吹いてみるよりですね、こういった感じで一拍ずつで吹いて思い出した方がですね、しっかり確認が素早くできます。なので例えばですね、まあ他でしたら枯葉とかですね、こういうねリズムで吹くことが多いですけど、これをこうやってですね、もう同じ長さにしちゃって吹いていくと、じゃあこう塊ごとの流れがですね、素早く確認できますので、これは結構おすすめのやり方になります。これはですね、ジャズスタンダードだけじゃなくて、メロディーを覚える、吹いてる曲をですね譜面なしで吹くとかいう場合にすごく有効ですから、まあ、ぜひやってみてください。で、もちろんリズムありでね、最終的に吹くことが目標ですので、覚える一環としてリズムなしで、やってみてください。ちなみにこれは僕のレッスンで譜読みのプロセスで必ずやってることで、これをやるとですね、しっかり吹けるようになるっていう効果も、もう何百回と確認しているやり方です。ぜひ皆さんご活用ください。それでですね、あと星印のところですね、覚えるっていうことはですね、もう忘れることとワンセットですから、とにかく完全に覚えるまでですね、ことあるごとに吹くようにしてください。だ、楽器持ったらとりあえず覚えたい曲のメロディーバーッと吹いてみるとかね、まずそこから始めてもいいと思います。で、その時はリズムなしでね吹いて、まあ素早く確認できるかなと思いますので、完全に定着するまでですね、毎回その楽器持ったらとりあえず吹いて、で、あとはですね、まあ定期的にこうねやるとか、まあなんかそのセッション行ったりとかですね、一曲吹いてよって言われたら、その度ですね覚えたい曲を吹くとか、そういう風に積極的に人前で演奏するのもすごいいいことになります。これもですね、ぜひやってみてください。ということで、次回はですね、コード進行のですね、覚え方のポイントをですね、お伝えしたいと思いますので、楽しみにしておいてください。あとですね、サックスに関することであれば、何でも YouTube のコメント欄の方にご質問ください。こういった動画とかテキストで随時返信していきます。あと、優先的に質問に答えてほしいという方は、ぜひチャンネルメンバーシップの方をですね、ご利用ください。このチャンネルを応援したいという方も大歓迎です。概要欄の方にリンクを貼っておきます。即戦の